高く売れる買取サービス満足度ナンバーワンを受賞した、時々の小暮です。本日は、古本やゲームコピーの買取を行っている方必見ということで、まあ、皆さん、古本市場っていうお店ご存知ですかね。まあ、古本市場とか、古市という屋号で全国100店舗以上運営されている、テイツーさんという会社があるんですが、このチャンネルでも以前取り上げさせていただきましたが、そのテイツーさんが10月14日に今期の第2四半期までの決算発表を行ったわけなんですが、その発表を受けて株価が爆上がりしてるわけです。さて、どのような決算だったのかというのを一緒に見ていきたいと思います。売り時で月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。詳しくは概要欄から。こちらが業績の推移ですね。棒グラフが売上の推移となってまして、折れ線グラフが営業利益、現在東証スタンダードに上場しているわけなんですが、まあ、1999年にまずジャスダックに上場してますというところで、そこからまあ売上がぐぐぐぐっと上がっていってですね、で、まあ、2006年、7年、8年、9年と、このあたりが、まあ、いわゆる古本とか、まあ、ゲーム、商材のピーク、まあ、成熟期だったと言ってるわけですね。私もですね、この時期は当時漫画の全巻セットをやってたので、まあ、古本とかっていうものはものすごいこの時代売れてましたね。で、インターネットでもものすごく売れていて、でそこからも衰退していっているんですが、やっぱ古本は電子書籍に置き換わっていってますし、でゲームもですね、iPhone の登場によりですね、ゲームもだんだんスマホに移行していっているので、まあ、より家庭用ゲームがなかなか売れなくなってくるというところで、まあ、流出商材としてはここから、まあ、衰退期に入っていっているわけなんですね。営業利益とかも、もう2014年にはマイナスになっていて、マイナス 3.2 億ですね。子会社整理等を行って改革期が始まるわけですね。ここの改革期を経て2020年ぐらいから営業利益がどんどん上がってきていて、で今期の着地予想としては 14.1 億営業利益出せるぞというところで、 14.1 億っていうとですね、もう2007年の売上最も高かったピーク時ですね、ここと同じぐらいの営業利益を出すって言ってるわけですね。売上はその当時ほどではないんですが、利益としては2007年のピーク時とまあ同程度の数字を出してくるというところで、ちょっと決算短信で、まあ、見てもですね、売上高が半期で135億、経常もですね、まあ、8.9 億出してるわけですね。まあ、昨年よりもまあ経常利益は大きく上回っていて、まあ、1.4 倍弱ぐらい出てるような感じですよね。なので、まあ、今期見込みとしては 14.1 億、まあ、十分いける数字なんじゃないのかというところで、2027年までにまあ営業利益20億出しますよというところの、まあ、信憑性がぐっとここでさらに上がってきてるわけですね。で、まあ、そういったところの報告を受けて、まあ、株価も今は爆上がりしているというような状況だとは思うんですが、まあ、実際ですね、古本ゲームピークからどうやってこのような復活をしたのかというところを、まあ、見ていきたいなと思うんですけども、まあ、わかりやすいのは、ここの商品別売上構成比ですよね。で、まあ、新品と中古両方取り扱ってるわけなんですが、まあ、中古の構成比がまあ 58% でしたよというところなんですけども、まあ、古本市場という名前でありながらですね、実は新品中古合わせて本の取り扱い高っていうのはわずか11% なんですよね。なので、まあ、売上の中のですね、およそ1割程度しか実はもう本はないんですよね。ゲームが、ま、中古と新品合わせて、ま、38% あると。で、トレカが 35% もあるわけですね。なので、ゲームトレカだけで 70% 以上、まあ、売上構成比としてはもうあるような状態なので、まあ、ゲームとトレカで、ま、70% 以上の売上を占めているような会社であるということですね。まあ、3ヶ月前ですね。まあ、第一四半期の決算があったんですが、まあ、その時、まあ、このチャンネルでもま、売れてますが、ゲームの構成比が、まあ、新品中古合わせて 42% で、トレカの構成比が、まあ、32% だったんですよ。何が言いたいかというと、ゲームの構成比率が少し下がって、トレカの構成比率が上がってるんですよね。わずかこの3ヶ月の間でも。なので、これから、まあ、さらにですね、まあ、トレカの、まあ、売上構成比、ここの割合は増えてくるんじゃないのかなっていうのが、まあ、予想されます。まあ、今話したのが、各商材ごとの、まあ、売上構成比だったわけなんですが、昨年同期比と比べて、まあ、どのぐらい成長しているのかというところが、ここのページで記載されているんですけども、まあ、ここ業績のところでですね、結構、ユニークな、表現のされ方していまして、で、昨年よりも伸びているものが、まあ、晴れマークで、で、まあ、ちょい悪が曇りですね。で、まあ、悪かったのが雨マークとなっているという感じで、で、7項目ある中で、5項目が晴れマークだったと。で、1つだけ曇りで本。まあ、これはまあ昨年からまあ 3% ほどちょっと落ちて微減してますよという感じではあるんですが、出版不況ですからね。まあその中では97% というところなので、かなりいいと私は思ってます。で、まあ唯一雨マークだったところがまあ新品のゲームですね。まあ各ゲームメーカーがまあソーシャルゲームの方にですね、注力してますので、まあ家庭用ゲームといったところがまあだんだん売り上げが落ちていっているような状態なんですよね。なので、まあ新品のところが売れなくなればですね、まあ当然中古の方も厳しくなってくるというわけなんですが、新品は唯一の雨なんだけど、
中古は晴れなんですよね。曇りでもなく晴れなんですよ。新品のゲームは雨なのに、なぜ中古のゲームは晴れなのかっていうところが、まあ、ちょっと違和感あるじゃないですか。まあ、ここですよね。レトロゲーム需要の取り込みは古市オンラインでの販売チャンネルの拡大により収益を確保していきます。中古では引き続き最も大きな売上高を有する商材ですと。中古ゲーム商材は売れていて、で、まあ、コロナ特需とかでも中古ゲームっていうものはものすごく売れてたわけですね。でもですね、やっぱそれ以上にですね、ここですよね。レトロゲーム需要の取り込み。これも前回の動画で簡単に触れましたが、まあ、ヤマトクっていう会社をですね、M&A してるんですね。ゲーム、売ったことある人だったら、まあみんな知ってるんじゃないですかね。サービス名で言うと、まあレトログとか、あとはですね、ジャニーズグッズですね。売ったことある人ご存知だと思います。ジャニーヤード。山徳さんいろんな買取のサイト持ってらっしゃいますが、このレトログとジャニーヤード、非常に有名なサービスですね。それらの、まあ会社を M&A してると。で、レトログはですね、名前の通りですね、レトロゲームの買取がものすごく強いサービスです。なので、まあここの会社を、まあ M&A しているというところで、まあ中古ゲームと、まあ中古ホビー、まあエンタメ商材ですよね。そこの部分が、まあさらに強化されているというところで、さっきのところが、まあ中古商材に関しては晴れマークになっているのかなというところが、まあ予想されます。まあ、注目なのが、まあ、トレカですよね。なぜ、まあ、T2 さんがですね、まあ、これトレカで強くなっているのかっていうところが、まあ、ここで説明されているわけです。最初にですね、書かれているのが、長年の取引継続による新品商材の安定的な仕入れができ、リユースの主力商材として店頭や EC で買い取ることになっていますと。新品商材の安定的な仕入れってわざわざですね、強調して書いてあるわけなんですけど、まあ、新品の商材を仕入れるようなですね、まあ、ビジネスをやった方いらっしゃったら、出るかと思うんですけど、これメーカーから商品仕入れるのって特に人気商品であればあるほどですね難しいんですよね。販売力、実績、取引関係、これがある程度構築されてないとですね、なかなか下ろしてもらえないんですよ。まあ各メーカー供給量決まってるんで、なんか無限に仕入れられるわけじゃないんですよね。で、人気商品であればあるほどやっぱ限られていて、少ししか仕入れられないんですよね。人気の新品商材が店頭で仕入れられないとなると、そのお客さんが足運んでくれないじゃないですか。で、足運んでくれないと、そもそも、まあ、中古も買ってくれないし、そもそも、まあ、買い取りにも来てくれないですよね。やっぱりその顧客接点たくさん持つっていう意味においてもですね、やっぱ人気の新品商品っていうものをどれだけ仕入れられるのかっていうのは、まあ、大手の、まあ、店頭商売をしていく上では、まあ、ものすごく重要になってくるわけですよね。デイツーさん、実は、もう2013年には、まあ、トレカ専門店1号店出されてるんですよね。もう9年も、まあ、トレカの専門店を、まあ、経営していると。まあ、そういった実績があるので、まあ、ここの、仕入れっていうところも強みなんですよっていうところですね。で、もう一つあるのは、まあ、直営店での買取にあたっては、買取業務を効率化するトレーディングカード読み取り査定機、テイズを運用しており、買取の標準化に貢献していますと。トレカ専門の読み取り査定機というものを開発しているんですよ。カードは一応に80枚までセットすることができ、毎分約30枚の速度でスキャン可能ですと。2秒に1枚スキャンしてくれるわけですね。そのデータが出て、で、買取価格もここに出るわけですよね。なので、ここに80枚のトレカをセットすることさえできれば、誰でもですよ、トレカの知識なかったとしても、買い取ることが可能だってことなんですね。なので、まあ、買い取りの標準化ができるわけですね、これで。相当オペレーションの効率化が図れますよね。なので、それはやっぱり、長年の、まあ、トレカ専門店を、まあ、やってきたというところのデータを、まあ、持ってるっていうところ、やっぱそこがやっぱ一番強いですよね。まあ、だからこそできるっていうことですよね。で、まあ、トレカ取り扱い店舗数としては、まあ、古本市場、古市トレカパーク等の店舗で、もう100店舗を超えていて、まあ、業界トップクラスですよと。で、まあ、多数の店舗でトレカを取り扱っているため、在庫の標準化を行うことができ、また新店用の在庫確保や他法人向け商材の確保も可能ですというところなので、よくね、経営ではまあ穴の開いたバケツにね、まあ水をどんどん入れてもお金をどんどん注いだとしても水が漏れてっちゃうね、お金はどんどんまあ逃げてっちゃうねって感じなんですけど、トレカビジネスにおいてビジネスのシステムのまあ連動が相当上がっているので、なのでここにまあお金、まあ水をどんどん入れていけば入れていくほどまあ溜まっていきますよという状態なので、投資すればするほどまあスケールできるでしょうというところがまあ見て取れるわけですね、ビジネス構造的にも。なので、まあこういったところができれば、今まで 2C に対してビジネスをやっていたわけなんですが、まあ 2B に対してもビジネスを展開することができるというところで、まあ最初のスライドに戻って、リユース EC 領域を強化して、リユース B2B 領域に進出することで、2027年の2月ですね、今から5年後には営利20億円を目指していきますよというところの、まあシナリオ。まあここの、まあ信憑性がですね、だいぶ高まった、まあ計算資料になったんじゃないのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。経営っていうのはですね、まあいかに、まあ変化に対応できるのか。まあ変化に対応できなければ、会社というものは死んでしまってですね、あらゆるビジネス書に書かれているわけなんですが、それをですね、T2さんはまさにですね、変化に、まあ対応して、さらなる飛躍を遂げている会社であるというところがですね、まあこの決算資料から読み取れたんじゃないのかなと思います。このチャンネルでは、引き続きリユースに関するビジネス情報等を配信していきますので、この動画が良かったなという方は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた、広がれ、リユース。